こんばんは。おはようございます。マイケルコンボイです。今回も逆転裁判やりたいと思います。なんですって。さっき小中は何て証言していたかしら。あれはそう、9月の頭だから、事件の約1週間前かな。スタンドを見たのは事件の1週間前って。さあそろそろ審議が再開される時間よ。行くわよ。なるほどくん、無罪を勝ち取るためにね。はい。最高じゃない。9月9日午後1時16分、地方裁判所第一法廷。これよりなるほど隆一の法廷を再開します。大丈夫かな、なるほどくん。はい、すみませんでした。では先ほどの続きに戻りましょうか。裁判長、我々に戻るべき続きなど存在しない。すでに小中氏の尋問はすでに終わっている。あとは被告人なるほど隆一に判決を言い渡すだけだ。ふむ。裁判長、もう一度だけチャンスをください。これで最後です。ふむ。しかしもう勝負はついているのは確かですね。ミゼル検事、どうしますか。なるほど隆一、最後のチャンスをくれてやろう。わかりました。では小中氏の尋問をお願いします。これも確定ですね。あれはそう、9月の頭だから約1週間前かな。まあこれを突きつけましょう。領収書、これを見てください。血文字で迷い。はっ、今となっては意味のない。問題はこれが領収書の裏であるということです。なんだと。裁判長、その領収書には何が書いてありますか。ふむ。ガラス製の電気スタンド、発行日は事件の前日です。つまり小中さん、あなたが綾里法律事務所に侵入した9月の頭にはあのスタンドはまだなかったんですよ。ほわーっと。どうですか小中さん、まだいいのかれ、できますか。 No, I can't。 おやおや、放心しちまったよ。さあ裁判長、あなたがね、いくら強い圧力がかかっていてもこうなった以上僕を優先することはできないはずです。わかりました。それでは審理はこれで終了。そこまでだ。なるほど隆一。え、おいおい、嘘だろ、まだ食い下がるつもりないかよ。弁護人の意見は確かに1位である。しかしなるほど隆一が無実であるという決定的な証拠もないのだ。そこであと1日判決を待ってもらいたい。もう一度調査をし直す時間が欲しい。ほっほう。もう一度調査だと。まさか千尋さんの解剖記録みたいにまた何か証拠をでっち上げるじゃ。まずい。異議をお持たせしましたよ。小中の有罪は明白です。これ以上審理を延ばす必要は全くありません。ふむ。水流検事、いかがかな。しかし小中氏を起訴するのは私たち検察側だ。君の推理が正しいかどうか一日調査したい。うむ、わかりました。なるほど君の異議を却下します。なるほど隆一の審理は明日まで延期します。ダメだ、今こうやって決着がつけなかったら、それはきっと何かあるに違いない。せっかく千尋さんに助けてもらったのに。うぜー。ミスター裁判長、僕はもう帰っていいのかな。もちろん帰りません。ご苦労様でした。くそ。証人、待ちなさい。千尋さん。なるほどくん、ごめんを読み上げなさい。千尋さん、これは。裁判長、ちょっとよろしいですか。なるほどくん、あなたもなかなかしつこいですね。当たり前だ、こっちは命がかかってるんだぞ。これから僕が読み上げるものを聞いていただきたい。
僕は千尋さんがくれたリストを読み上げた。どこかで聞いたことのある名前が並んでいる。これは政財界の有名人たちの名前か。その時、ストップ。やめろ、やめさせろ。スタップ細胞はありますじゃないよ。なんで貴様がそのリストを持っているんだ。証人、あなたがここで罪を認めないのであれば、このリストはマスコミに公表されるでしょう。認めるよ。僕は、ミス千尋を、考える人で、殴ったんだ。以上です、裁判長。どうやらこれ以上の審理は必要ないようですね。なるほど、君。はい。またやってくれましたね。いやー、またまたまついてただけですよ。凄腕の霊が。うむ。では、弁護人、いや、被告人、なるほど、留置に、判決をいただきします。無罪方面。わーい、わーい、わーい。では、本日はこれで閉廷。9月9日午後2時24分、地方裁判所、被告人第一控室。またこうしておめでとうって言えるなんて、あやさときに生まれたことに感謝しないとね。迷いちゃんにも。そうね。ありがとう、なるほどくん。私と迷いのために、こんな危ない目にあって、私一生忘れません。一生？ねえ。そろそろ時間ね。え？迷いの霊は力がまだとても弱いわ。そんなに長くこっちにはいられないの。そんな、まだ言いたいことが。心配しないで。また会えるわ、きっと。所長ふふ、もう私は所長じゃないわ。なるほどくん。今夜9時、事務所に来てくれるかしら。事務所に？じゃあ、また会いましょうね。所長、千尋さん。9月9日午後9時20分、綾里法律事務所。あの夜のことを思い出してはな。よく来てくれたね。千尋さん、来てくれないじゃないかと少し心配だったわ。そんなわけないじゃないですか。じゃあ、お腹も空いてくださいし、味噌ラーメン食べに行きましょう。千尋さん、あっはっはっは、面白い顔。千尋さん、さっきから千尋さんばっかり。私ですよ、迷い。迷いちゃん？ね、似てました、私。似てたっていうか、本人じゃないか。これは使えそうだな。なるほどくん、私、お茶が飲みたいわ。とか言っちゃって。あのさ、なんで君がここに？ほら、これ。お姉ちゃんが手紙くれたんです。なるほどくんのこと、よろしく頼むわ。って。何をよろしく頼むの？事務所ですよ、事務所。なるほど、法律事務所。私、お手伝いしますから。よろしくお願いします。あ、堅苦しいのはなしにしましょうね。よろしく、なるほどくん。あ、お名前お姉ちゃんから聞いたんだよ。いい名前だね、なるほどくん。なんて。なるほどくんって。ね、ほら、握手握手。でもまあ、考えてみれば、僕がこうしてここに立っているのも、元はといえばこの子のせいであり、同時にこの子のおかげでもある。なるほど、法律事務所。響きは悪くない、な。うん。よろしく頼むよ、まよいちゃん。なるほどくん、しっかりね。私はいつでもあなたを見てるわ。じゃ、なるほどくん、行こう。え、どこに？決まってるでしょ、味噌ラーメン。地下に美味しいところあるんだよ。ほら、早く。はいはい。終わり。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。